えー、メールやツイッターでいろいろ来てるのはですね、昨日の阪神戦についてなんですが、えーえー、これはですね、えー、今日のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんも阪神ファンだからということで、えー、月曜日多くなるんですが、え、田さんすでにスタジオです。おはようございます。おはようございます。何い爽やかそうな顔ね、<laughs> 声出してる、ね <laughs> ツイッターでミッツアンさんです、この番組が始まってから、阪神、日曜日の勝率が低い気がします、おじきと飯田さん、ぜひ勝つを入れてくださいということですけれども、須田さん、ちょっと、デイリーの一面は鳥谷選手、いよいよ連続試合出場、ピンチじゃないかと書いてますよ。とはいってもね、やっぱりね、ベテランはね、使い続けてこそですねエンジンかかってね、調子が上がっていくんだから、大体使ってて、時々パーンとね、スタメンでってやってもね、結果だったら難しいし、きのう、3択3択って言うけれども、結果的に阪神は5安打しかできてないのよ。 そうなんですよね。ダータルで。ねえ、なんで松坂相手にね、打てないのかなって。もう乱打戦になるんじゃないかと思って、きょね。ところがね、松坂投手に2ンダされちゃいましたからね。そうなんですよね。いやで、その根本はね、鳥谷選手にあるんじゃなくて、全体の打線、松坂からの課題が解除できてないよね。ねチーム打率一番悪いですからね、そうですよね。で、さっきさ、1割3部隊だって言ったけどさ、チーム打率だって悪いんだから悪いなだからね、ほんとね。次第はニュース解説です。 5月21日月曜日、時刻は7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。アシスタントの新庄一華です。FM93AM1242、日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターとニュースを掘り,掘り下げますえ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい。おはようございます。お願いしますえ。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 成田空港開港40周年を祝う成田空港は昨日開港40周年を迎え第1から第3各ターミナルで2018年度入社の新入社員が記念品の今治ハンカチ1万2000枚をお客さんに手渡しました成田空港は1978年の5月20日に開港去年7月には累計旅客数10億人を突破しております いろいろ計画、拡張計画が出ておりまして、3本目の C 滑走路というのがこれからできると、早期着工に意欲というようなことも出ておりましたやっぱりね、私も言いますようにね、転機になったのは、そのターニングポイントになったのはですね、やっぱり第三ターミナル、LCC ・格安航空会社を誘致したっていうのが、やっぱり成田財布上の一つの大きな要因になったんではないかなと、そういった意味で言うとね、羽田が24時間空港で、滑走路をね、作って、新たに作って、ですねやっぱりそこにどん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 航空会社が、 新しいいキャリアというですね、はい、えーまあ、そういったところがですね、国際線を飛ばし始めて、うん、成田の存在が沈没ね、鎮火したんですよ、はいえーで。で、それに対しての対、まあ対抗手段じゃないけれども、もう羽田空港はもう満杯なんです。24時間とは言ってもですね、まあ、言ってみればもう、あの、離発着回数は、もうね、上限に達してましたからね。やっぱり成田の必要性っていうのはそこで出てきた。はい、やっぱり LCC を誘致、積極的に誘致したっていうのが大きなターニングポイントになったんじゃないかなと思いますね。うん、あれ LCC のターミナルって非常に簡素な形になってますけど、その分利用料が安かったりとか、はい、LCC にとってはメリットが大きいわけですね,ね、あのー。ですからそういった意味で言うと、ターミナル利用料であるとか、離、はい、着料、離着陸料というのは、航空会社が航空港に払うお金なんですね。 安く圧縮できなければ、航空会社やってきてくれないんですよ。なおかつ安い料金設定できませんから、そこをいかにね、安く抑えるかがですね、ポイントになってくるんでまあ、あそこ、あのターミナル相当混んでるし、日本人の方も結構いますよね、海外からの人だけじゃそうなんですね。ですから、LCC ってのはやっぱり新しい使い方といったらいいんですかね、私が聞いたところではね、例えば、札幌の新千歳からですね、成田空港に LCC で飛んできますと、まあ、1万円以下で、数千で来ることができるんそうですね、で、若いカップルがやってきてですね。 ね、はい、その成田空港からそのままディズリランド、東京ジェイランドに行くなんてね。なるほど。日帰りでまた戻っていくみたいな。ああ<ー>、ええ、それでもね、新幹線とかで来るよりは全然安いですね。安いですからね。そういった意味で言うと、うんえー、まあ言ってみればね、その日帰りで帰ってもですね、はい、十分満足していくことはできるという状況になってるんですよね。うん,うん、いろいろ変わってきてるわけですね。ええ、でまああの今後ですけれども新しい滑走路を作ってと、ただあの成田っていうところはまあ周りが。 住宅もあるんで深夜早朝はこれ使えないと滑走路が閉まってしまうとうだからそこがですね一番のネックになってましてね、うん、あのそういった点でいうとあのダイバードっていう言葉があってですね、えー、るそこに例えば天候が悪いとかあるいはもうさっき言われたねえ夜間の飛行が禁止されて着陸が禁止されてるということで要するにもう成田に着陸できずにそのまま違う空港にとはいっても羽田はいっぱいだからっていうのでえ元の空港に戻ったり場合には茨城空港にえ着陸するなんていうねえそういうケースもあるんですよねで、そうするとやっぱり利用客に ちってみるっていうと、はい、大丈夫かな、夜間はみたいなね、えーえー、気持ちになってしまいますからね、えーまあ、その辺これから先、まだまだ課題は大きいとそうですね。まずは成田空港開港40周年というニュースでした。 7時7分です。メール、ツイッター、様々ご意見いただいてますけれども、あの、成田空港の開港40周年、はい、えー、ターニングポイントになったのは LCC、格安航空会社を誘致するようになったからだという話がありましたけれども、はい、あの、LCC について第3、この方新潟にお住まいのようなんですけれどもね、ええ、新潟からも LCC で関空、関西国際空港に行けるんだよなと、うん、あそこもその LCC をいっぱい、特に海外から入れてますよね。ね特にね、あの、国内路線で言うと、はい、羽田線って泥ドル箱なんですよ。とは新潟っていうのはもう羽田線ないですから、 新幹線開してますそうするとね、空港としての存続が誤まれた、それをやっぱり LCC を誘致することによって、活性化に結びつけたっていうことなんですねなるほどね、確かに新潟から関西の方面に行こうとすると、新幹線使うと、一回東京来てからっていう話になっちゃいますもんね。いろんなだから、LCC は新しい使い方がですから、新たな需要だとかね、マーケットを開拓してるんですよ。大きい飛行機は飛ばすの難しいけど、ああやって小さい飛行機で安ければ乗る人が出てくだから例えばね、7000円で関空へ行けるとするとね、要するに普通の値段だったら、ちょっと行くのやめてこうかなと思うんだけど、七千 だっていうことで、じゃあ行ってみようか。こういう新たな事を掘り起こしてるってことですね。うん、<っ>時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。河野外務大臣、中南米諸国向け演説で北朝鮮への圧力維持を強調。 南米訪問中の河野太郎外務大臣は昨日、ブラジルサンパウロで中南米諸国向けに演説し、北朝鮮に核、非核化への具体的な行動を促すため、対北朝鮮制裁を緩和するタイミングを間違ってはならないと、国際社会が一致して圧力を維持する必要があると指摘しました。さあ、対話か圧力かなんてことが言われますけれども、まあ今日出た世論調査のでは、対話の方がいいんじゃないかっていう意見がね、えー、半分、 ちょっと高かったりとか、まあ世論もちょっと割れてるような感じもありますが、これ日本国としては圧力を。 まずはやってって、だからこそ対話ができるっていう姿勢。うん。まあ、これは正しいと思いますよ。え、対話か圧力かではなくて、対話も圧力もということなんですよ。圧力だけではですね、問題解決もちろんできませんし、対話だけではですね、なかなかこれも、え、ね、話が進んでいくっていうことにならないわけですから、はい。そうすると、やっぱり、対、圧力をかけている中で、やっぱり、あの、相手にですね、この場合は北朝鮮ですけれども、やっぱり考え直す時間であるとか、まあ、そういったところを与えてですね、そして対話要請に持っていくって、まあ、これは正しいやり方なのかなと思いますよね。で、もう一つはやっぱり、 河野外務大臣、はいでえー、一時期はですね、日本だけが突出して圧力圧力みたいなことを言ってるかのように思えたんだけれども、ええ、逆に言えばですね、こういう意味でやっぱり北朝鮮はこう揺さぶり路線に入ってきてますよね<ー>で。北朝鮮って非常に外交交渉、外交うまいんですよ。はい、だから、えー、揺さぶりをかけて、まあ言ってみればですね、情報を引き出すというのを過去も得意としてきた。うんうん ことなんですね。はい、まあそれを受けて、特に韓国なんか結構、豪さをしてる状況がありますから、<ー>見て取れます、見て取れますからね。あの、先週終わりぐらいにね、うん、米朝首脳会談やらないかもしれないぞ、みたいなことをこう言い出して、そのあたりは揺さぶりをかけてきてるてと思います、ねえー、で、軍事演習も、えー、B52 を飛ばさないとかね。はい、まあ、そういう情報をしている。まあ、それはですね、ある意味で、北朝鮮サイドの、え、思惑になんかハマりつつある、十中にはまりつつあると、え、いうふうに言えるんだろうと思いますよね。うん。えー、まあ、そのあたり、まあ、で、今日は、あ、プンゲリというところの核実験上の、 爆破。 についても、23から25の間でやると、それも近づいてきてますけれども、いろんな、こう、球を向こうは投げてきますね。で、それに対して韓国の、あの、取材名簿についてもですね、ええ。ですから、日本はちょっと外されてしまったんですけどね、ええ、まあ、韓国は取材に来てもいいですよ。取材団の名簿を出すに当たってですね、受け取り拒否なんていうね、はい。またちょっとね、ちょっと子供っぽい、ええ、また揺さぶりまでかけてきますから、まあ、その点考えてみるとですね、米朝首脳会談が開かれまでは、ちょっと予断許さないな、と、思いますけどね。これ、その一つ一つの報道、 受けて日本国内もそうですけれども、いや、トランプさんはものすごく譲歩してしまったんじゃないかとか、日本はかえもそうじゃないかとか、いろんな意見が出ますけど、結局のところっていうのは、どう決まっていくんですかね最終的には、ですねこれはもちろんね、北朝鮮はキム・ジョンしか物事は決められませんよ、しか物事が決まらない、トップしか決められない、これもね、アメリカも似たような状況があって、すべてトランプさんの紫サンズみたいなところがありますからね、結果的に首脳会談までは、要するに何も物事は決まらないということではないかなと思いますね。 先ほどあのー。 圧力をかけたからこそ対話があっておっしゃいましたけども、えー、確かにあの、3月頃に、こう、軍事作戦についても具体的なものをトランプさんが支持していた、みたいなのが、週末共同通信が打ってましたけども、えー、結構瀬戸際までギリギリまでこう、圧力をかけ続けていたんですね、アメリカと,と、えー、で、圧力をかけ続けているし、このタイミングであのニュースが、もちろん、あれはアメリカのメディアの報道を受けて共同通信が配信してるんですけども、えー、要するにそれがアメリカのメディアにリークされたというのも、やっぱりこれも一つの揺さぶりですよ。うん、アメリカサイドが北朝鮮のね。はい。えー、これ、ボルトンさんはリビア方式 だとまず核を全部廃棄しなかったら、制裁解除もないぞってことを言って、ね、ね、でそれに対して北朝鮮は、ボルトンがあんなこと言ってるんだったら、首脳会談もなしにしちゃうもんねと反応してきたと、ね、ね、うう各役者がこういろいろな動きを見せるっていう、ばかし合いですか、これは、ね。まあ、駆け引きでしょうね、これはね。まあ、どちらが多くポイントをゲットできるのかっていうところを見てみると、まあもう双方に、ですねその駆け引きが今、欧州が行われているということだと思いますけどね。とはいっても、ですね最終的に北朝鮮は何らかの形で核放棄をしなければ、 体制保障が得られないと。はい。まあ、言ってみれば、経済支援だとか、経済協力ではなくてね、北朝鮮にとって,とって一番優先順位が高いのは、体制保障ですから、はい。まあ、その体制保障が得られなければ、体制崩壊、軍事攻撃も、うん、え、視野に入れた体制崩壊を、えー、受け入れなきゃならない状況にもなりかねませんからね。ええー。この交渉っていうのはですね、えー、まあ、北朝鮮からは降りるわけにはいかないんですよ。で、もともと北朝鮮ずっと、米朝の直接交渉を望んできたわけですよね。よねはい。えこれ、トランプさんが出てくるまでは、アメリカはですね、えー、二国間交渉については否定 やりませんと、多国間で物事やりますよというところ、そういった意味でいうと、アメリカがその交渉に乗り出してきたということは、まあ北朝鮮にとってみるとね、まあしてあったりみたいなところありますから、このタイミング、チャンスを逃すわけにいかないというね、まあ気持ちはあると思いますよ。いろいろ言うけど、壊すまではいかないまあまだあと6月12日の首脳会談までは2週間以上、3週間ぐらいあるわけですもんね。出てくるでしょうから、そのことをもってしてね、あれこれ判断するっていうのは間違いだと思いますけどね。 では続いて2つ目こちらのニュースです米中貿易摩擦回避で一致中国がアメリカ製品輸入を大幅に増加 先週末行われたアメリカと中国の貿易協議は、双方が互いに追加関税措置を停止し、貿易戦争を回避することで一致しました。中国がアメリカからのエネルギーや農産品の輸入を拡大する方針を表明し、歩み寄りを見せたものの、ハイテク分野をめぐる大陸は対立は続き、米中が貿易戦争に向かうリスクは払拭しきれていない状況です。 会談自体は週末、金、銅と行われたんですが、中身の発表は日曜日にずれ込んだと、これもなんか異例の話だというようなあ書き方をする報道も一部にあります。ねえ。あの、ですからまだ最終的な決着には程遠い状況にあると考えてもらっていいと思いますよね。はい、で、これ過去を振り返ってみますとね、はいえー、米中の貿易摩擦というのは、うん、まあ、あの、応援してですね、航空機をこれだけたくさん買いますよと、はい、年間にこれだけの,、えーね、あの貿易、えー、赤字を圧縮しますよというようなですね、うん、まあ言ってみればその、物だとかサービスをですね、 たくさん買うことによって、なんとか回避しようという方向に中国が誘導してきた。はい、まあその度ごとにですね、アメリカは一定程度の情報を、えー、してきたという、そういう過去の経緯がずーっとあるんですよ。ただ、えーまあ、今回のですね、えー、貿易摩擦というのは、何もその、金額ベースであるとか、両、えー、ベースの、ね、貿易摩擦ではなくて、はい、知的財産権なんですよ。ですから、えー、中国はですね、アメリカのその、えー、が開発した技術であるとか、ノウハウに関して、ただ乗りをして、はいえー、それを盗み取って、ねあのー、自分たちで生産をして、うんえー、貿易をしてきているぞと。はい その知的財産権に関してどうやってセーフティーネットを張っていくのかっていうところが一つの大きなポイントですから、うん、そしてその問題が起こったときにどうやって紛争を解決していくのかっていうのももう一つの大きな問題ですからね。うん、ですからそこに関してはですね、これまでのところ何も決まってないというのが実情ですから、はい、え回避っていうことはですね、まあ現状ではまだできないんだろうと思いますけどね。あなんか習近平さんがトランプさんに直接申し出た ZTE という、うん、まあこれあのね、スマホとか作る会社ですけれども、はい、おここに対しての制裁を緩和してくれって、 まさに知的財産権ハイテクの問題ですよね、ここ、全く何も出てきませんでしたねえ、ですからそういった意味で言うと、逆に言えば、ですね中国としてもそこは死活問題ですから、要するに今、中国というのはかつては労働集約的な製品の輸出によって利益を上げてきたけれども、やっぱりハイテク分野、インターネット関連のハイテク分野に関しては、そこにシフトしていこうという方向になった、そこに対してアメリカの協力というか、ですねアメリカと対立していると、ですね中国としても将来、非常に厳しい状況になる。でですすからようやくね具体 的な交渉のポイントが出てきたんじゃないかなと思いますけどねうんこれ、まあ、今後も長引くというか、ひょっとしたらこれ、どうですか、解決しないままずっと並行でいくって感じになるんですかねいや、ですから、まあ、かその最終的な決着は、はい、まあ、できないだろうなと私は思いますよ、中国がアメリカの主張を全部受け入れるということは、これもですね中国にとってがんじがみになってしまいますから、うんはい、それはノーだと、えー、ですから、その交渉しつつ、摩擦が起こって、えー、またそれを何らかの緩和するという、ゼロには近づかないと。うんで加熱熱すすると少し熱を冷ますみたいいななね、はい、そういう形になって 日本企業としては今度これね、関税、追加関税とかで大きく網をかけて、飛ばし力みたいなことになると困りますよね。ええ、ね。ただ、そういった意味で言うと、えー、どうなんでしょう。日本は、えー、例の TPP-11 というのがあって、はい、そこのポイントもやっぱり知的財産権のポイ,モイントなんですよ。うん、ですから、そこにですね、えー、アメリカをどう誘導してくることができるのか。はい。ですから、これからの貿易問題というのは、その関税率、あるいは関税であるとかね、あるいは量による、その、セーフティーネットではなくて、うん、やっぱりそのノウハウというか技術力の 多くフォーカスされていくことになるんではないかそこの問題をね、注目すべきだなと思いますね。ともすると、日本の場合は、その日米なんていうと、じゃあ、なんですか、その米の自由化はどうなるのかとか、牛肉はどうなるのかっていうね、そういう古いタイプの貿易問題に注目が集まりがちなんですもうそんなのはですね、どうでもいいんですよ、これからやっぱり知的財産権のところに、一番大きな重きが置かれることになるんじゃないかなと思いますね。そううい意味でははは TPP 今審議ししてててますこれ決め アメリカを引っ張り込むと。はい。うそういう戦略に臨むべきだと思いますけどね。それが中国に対してのメッセージにもなると。はい。はい、えー。この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。七時二十七分です。FM 九十三 AM 一二四二日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。この時間は教えてニュースキーワードです。<music> 中国福建省水門空軍基地中国が尖閣諸島からおよそ3 8 0キロに位置する福建省の水門現状では周面というそうですがここの空軍基地の機能を大幅に拡充させていることがアメリカの軍事情報誌の分析で明らかになりました日本や台湾を担うむ作戦拠点として基地の増強を図っているということです 台北まではおよそ250キロ、尖閣までがおよそ380キロというところです。えー、メールでもサンライズヤスサンさん、広北の方、尖閣や台湾海峡を睨みつけるような近い位置にかなりの規模の部隊を配置しているようですね。先日も都海峡を爆撃機を中心に編隊を組んで通過していましたが、那覇基地と尖閣の間よりも40キロも近い位置に基地があるというのは脅威じゃないですかと、いただいております。 さあ、このう中国の増軍事状増強ですけど、南シナだけじゃなくて、東シナも本気になってきてる感じですかそうですね、あのー、ただですね、やっぱりこういった軍事機器は増強しているぞという、はい、メッセージを送るっていうのはね、一、うん、つの大きな目的なのかなと思いますよね、まあ、この場合は、はいえー、尖閣というよりもやっぱり台湾ですよ、台<湾>アメリカのです、ね、国内法によって、はい、台湾との関係が強化されつつありますよね、うん、それに対する一定の牽制ではないかなと私は見てるんですけどね、うんまあ、そういった意味で言うと、アメリカの軍事情報誌が分析して、それを公表してるっていうところ

やろうという時に、ミサイルで威嚇したりとか。ミサイル実験っていうかね、訓練をしましたからね。で、そこにアメリカの空母がやってきて、中国も当時は一気に引いたと。今はだからそうはならない可能性もあるってことですかね。ですから、あの時は、やっぱり苦い思い出があるわけですよ。思いがあるわけですよ。中国側にとってみるとね。やっぱりメンツマラスベルになったところがありますから、そうはさせないと。要するにアメリカの大胆な艦隊がここに栄光してきても、対抗できるだけの軍事力を増強していこうということなんだろうと思いますけどね。うん。まあ、あの、日本としては、正式な国交はね、台湾との間ない。 先日、はい、行われた太平洋島サミット、ね、あそこもその太平洋の国々と台湾をつなぎ止めるという意味では非常に大きい舞台だったという指摘もありましたね,ね,えねえですからあ、あれはもうかなりこうけ定期的に継続的に行われている、えー、サミットなんですけれども、はい、やっぱりあれはあのやっぱり国のトップが、ね、首相が出席をして、それなりに政治メを送るという意味では非常にいい、えー、会合だと思いますけどね。このの東中井についてといてうのもお 特に尖閣の周りっていうのは中国の航船、公の船が相当こう、接続水域だとか、あるいは領海かなり近いところまで入ってきてる。あるいは領海まで入ることだってあると。これ、まずは海上保安庁でやるしかないっていうところですよね。ただね、あの、あの件に関して言うとですね、え、あまり報道されないんだけれども、え、中国サイドは入ってきた航船がどういう航跡を辿っているのかについてはですね、まあ、逐一、毎日のようにですね、日本の官邸サイドに情報提供してるんですよ。そうなんですか全く知られてませんけどね。私はそのね、航跡を描いた、 地図と言っ中国側か,、ねえー、か提供された情報、コピーくださいと、それは絶対だめだとかって言われたんだけども、<laughs> 見たことはあ中国サイドはそうやって、じゃあ、エスカレートさせるつもりはないっていうのをメッセージとして出してきたんですか,、うん、ですから、えー、その船が増えたり、ですね、領海内に入ってくるその時間が増えていくと、うん、またそれは違ったメッセージになっていくわけですよ。それをだから正確に、 こちら側にも伝えたいから、そういう情報提供にある、ええ、で、もう一つは、一触即発という状況っていうのかな。はい。え、まあ、それによって、不測の事態が発生することを防ぐと。うん。ただ、中国側としては、要するに国内的なメッセージもあるでしょうし、対外的なメッセージもあるでしょうし、はい。まあ、そういったことがあるから、うん、やはりあの、領海、あるいは接続水域に、えー、光線を派遣するということは、やり続けないといけないわけですよ。向こう側の事情としては。うん。ただ、それについて、不測の事態が発生しないようにということで、はい。まあ、そういうのが、言ってみれば外交なんですよ。そうやって、まあ、ある意味のつばぜり合いみたいなものをやると。そうなん さあ、今日はキーワード、中国福建省、水門空軍基地でした。でメール、ツイッター様々いただいてますけれどもね、あの、中国側が、あの、尖閣周辺の交戦の動きをこちらに教えてきていたって知らなかったっていうね、え<っ>えー、短い書き込み、結構いろんなところからね、<っ>いただいてます。えー、メール、ツイッターお待ちしてます。コージーアットマーク 1242.com、ツイッター、ハッシュタグは、シャープ、コージー1242です。7時44分です。FM93AM1242、日本放送、飯田コージーの OK、コージーアップ。 私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と、アシスタントの新庄一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。えでは、続いて、この時間は、えー、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ、うん、働き方法案修正合意。 自民公明両党と日本維新の会が働き方改革関連法案の修正で合意する見通しとなったことで、3党は今日にも修正案を国会に提出する見通しです。で、23日にも衆院厚生労働委員会で採決をする構えで、今国会で成立する公算が大きくなりました。まあ、思えばこの国会の一番最初冒頭には、 働き方改革国会だと、総理はい、そう言っていたわけで、まあこの目玉法案通さないわけにはいかないという与党のメンツもあったんでしょうかね、やっぱり、ね、はい、そうですね。ただね、これなかなかね、報道されないんですけれども、もともと野党は旧民進党中心とするですね、うん、野党はですね、この働き方改革関連法案に関して、対決法案に位置づけてたんですよ。はい、もう国会冒頭からですね、対決法案になっておりましたから、はい、え,え、どんな修正協議にも応じませんよと、えー、最終的には絶対的に反対しますよというところでしたからね、はい。まあ徹底抗戦しますよということでしたから、うん 審議を通じてていいものにななるっっことはなかったんですねそういった点で言うとですね、与党としては、自民公明としてはですね、どういった形でこれを成立に持っていくのか、本当に頭を悩ませてたところなんだろうと思いますよ。まあそういった点で言うと、日本維新の会が野党の中にあったらですね、はい、協議に応じたということで、まあ、ようやく形を取ることができたのかなと私は思いますけどね。ですからね、そういうね、対決法案って本当にいいのかどうなのかっていうね。はいえー、要するに、えーえー、もう中身はどうであれね、反対ですよと、最初から反対決めるっていうのはね、はい、まあ国会のあり方としては私はね、ちょっとね、 えー、ちょっと疑問に思いますけどねこれ、もうみんな忘れちゃってますけれども、この法案作る過程においては、うん、実はその連合も、最初入ってましたよね,ね<ー>で、結構中身についても議論して、この形に落ち着かせたっていうのがあって、うん、だから連合がバックについてる、ね、野党っていうのは結構あるわけじゃないですか。 なんでこっち話そうだから、国会の駆け引きでね、法案について賛成、反対を決めるっていうのは、入り口のところからして間違ってますよね、そういう意味ではね。で、その中身としてもね、やっぱりポイントは私、2つあったんだろうと思うんですよ、1つ大きなポイントとしては、労働時間の短縮をどう実現していくのか、これ、労働時間の短縮っていうのは、これ、少子化対策にもなりますからね、そういった点でいうと、やっぱりこれからの労働人口の減少であるとか、それだけじゃないですよね、人口減少かというところを受けて、人の働き方、どう るべきかっていうね、そういう大きな枠組みの中でやっぱり、国会で議論してほしかったなと思いますけどね今回は最大で年720時間という、上限、大きな上限がついて、忙しい時は月100時間行ってもいいけど、その場合は、暇な時にもうちょっと減らしてねと、バランス取ってねっていう話が入りましたね、罰則付きでと。そういった点では評価していいんじゃないかなと、もう一つは方向性だけなんですけどね、罰則規定があるわけじゃないんですが、やっぱり同一労働、同一賃金、正規と非正規の待遇をですねどうフラットに持っていくのか、こういった方向性、盛り込まれて まあ中身としては私はいい法案じゃないかなと思うんですけどね、決して残業代ゼロ法案ではないってことをね、ここで強調しておきたいなと思いますねある意味、その残業代ゼロになるじゃないかっていうののポイントだった裁量労働制に関しては、まあそれもね、もちろん賛否ありますけれども、これ、取り上げちゃいましたもんね、その辺についてはね、ちょっとミスもあったわけですよ、行動調整のデータが誤ってたというところもあったもんですから、そこは取り下げられなかったんですが、それについては、ですね次の国会以降できちんと議論してほしいなと思います。 まあ、その高度プロフェッショナル制度というものが、<え>まあ、残業代ゼロというか、働かせ法案の抜け道になるんじゃないかみたいな批判もしてますけど、今のところは、 残業が、あ上限が1075万円の年収以上ある人、えー、だからほとんど大丈夫いないって話です、えー、ね。ですから、それがですね、どん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 、年収の上限が引き下げられているんじゃないかというのが、野党の懸念なんですが、はい、だったらきちんと議論に参加してね、そこに対して歯止めをかけるというね、えー、えことをするのが、野党の役割ではないかなと私は思うんですけどねそれを国会が逐一監視していくとか、なんかシステム作りでそのいくらでもあるんですね。 だからそこの議論をやらないで、はい、反対反対だけではね、うんえー、まあ、要するに国民の方を向いて仕事してるのかなっていうことになりますよね。うん。まあ、世論調査もね、あの、内閣支持率が下げ止まったというような形に今なりつつあるで、えー、その辺冷静に見てる部分があるのかもしれないですね。まあ、いつまでも盛りかけではないだろうっていうのも、うん、やっぱり国民の、えー、中にも出てきてるんだろうなと思いますけどね。うん、それから国会というともう一つ、 IR、統合リゾートですけど、えー、まあ、あの、カジノ法案なんて言われ方もしますけれども、えー、これに関しても、ギャンブルの依存症対策であるとか、えー、まあ、与野党で協議をして、議員立法で出すっていうのが、だいぶ進んできてるみたいですね。そうですね。あの、ただですね、この IR 関連法案についても、はい、あの、もちろんね、カジノの問題が大きいというのはわかりますよ。うん、ただ、その、やっぱりこれ IR っていうね、はい、ことがついていて、じゃあ、将来のね、日本経済を考えてみたときに、うん、じゃあ、どうすばするのがベストなのかと。やっぱり、別にカジノだけをやりたいというわけではなくて、 それに、あの、付随してですね、やっぱりあの、コンベンションセンターであるとか、国際会議場であるとか、そういったものをどう設置していくのか、で、そのお金を経費をね、コスト、どうやって捻出していくのか、そのコスト捻出の関係にあるのがカジノだというね、まあそういうふうに理解してほしいなと思いますけどね。ああ。ね一方でその国際展示場とかって、まあ東京で言うとビッグサイトとかになるわけですけれども、オリンピックで塞がっちゃうと、結構そこ使えないんで困ってるその、展示企画の主催者って多いらしいですね。もう一方的に、まあ一年程度 使いようなっちゃうわけですからね。うん、で、そこの、その、展示場で、まあ、一年のうちのですね、はい、大半の商売をビジネスをやってる、そういう中小企業もいますからね。中小は特にそういう展示会みたいなところでお客さん捕まえるってのが多いみたいですね。そうなんですよ。ですから、えー、まあ、オリンピックというたまたまね、はい、ちょっとあの、イレギュラーなイベントがあるからだという言い方はできるかもしれないけども、2020年その中小企業どうするんですかと、はい、その代替施設もきちんと用意されてないっていうこを考えると、うん、ちょっと収ま限りだなという感じがしますね。うん、まあ、これから先ね、日本の技術をど,どうやって外に売るかっていうことを考えるときに、もっともっと展示、 ね、あの、展示会みたいなものを増やすとしたら、その会場を作るためにもっていうロジックがありますよね。そうなんですね。で、特に、ま、東京はいいですよ。首都圏はいいかもしれないけども、はい。関西エリアってほとんどないんですよ。ああ、そういったものが。だから、カジノを欲しがってるんですよ。カジノもそうだけど、展示場とかも含めて整備をしたいと。ええ。で、展示場を作ったはいいけども、どうやってその、ランニングコストを出していくのかっていうことで、カジノの必要性っていうことになってるんですね。うん。えここだけニューススクープアップでした。このコーナーも含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなど配信していきます。番組ホームページご覧ください。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、いろいろメールツイッターいただいてるんですけれども、ね、須田さん、えー、肌野のジージさんからいただいたメールなんですが、はい 日大のアメフト。うん、えー、内田監督辞めますね。えー、空港での囲み取材の対応。世論がうるさいから謝罪に行ってやったし、監督も辞めてあげるよ、的な上から目線。えー、記者の質問には肝心な部分答えず、まるで某官僚のように感じました。このままじゃ、タックルした選手一人が悪者になってしまいます。怪我をした選手、全治3週間程度の怪我でよかったんですが、後遺症の不安もあるようですね。一本間違うと、脊椎損傷や、頸椎損傷の危険、下手をすると命に関わるとくらいのものです。 今日の日本で恥ずかしい思いや顔を隠していたい人は日大生なんじゃないでしょうかと、日大 OB、怒ってらっしゃる方も中にはいいらっしゃいますがうんあの私も日大 OB ですからねあ、そういった点でいうとです、ね、<A. S 2> やっぱり真相をですべ、ね、てです、ね、<A. S 2> 明らかにしてほしいですよ、じゃあなぜその、まあ、恐らく、ねはい、状況から見てです、ね、えー、監督の指示があったことはこれ、間違いないでしょう、だって <A> それをやり終えて帰ってきた選手を <A. S 2> コーチが移動するようなね、しぐさなんかの映像も出てきてますから、じゃあなぜそういった指示が出てきたのか、これはまあ、 あね、あの一回国旗の話じゃなくて、えー、どうも日常的に、えー、アメフトの世界では、ね、特、まあ、に日大では行われていたかのような、はい、そういうような声も聞こえてくるわけですよ、えー、ですから、えー、その辺を含めて、ね、真相を明らかに、はいね、日大はする,する責任があるんじゃないかなと思いますね競技団体としてもね、学連はその委員会みたいなもの、第三者委員会を作ってやってるってことなんですけど、まあ、その結果を待ってから、一つ判断した方がいいのかもしれないですね。えーまあ、特に、ね、今期は調調子子ががあったんですよアメフトいいそ、ね、先生がいいその 系に、えー、えこういったですね、うん、まあ言ってみればあのねあの違法なことが行われたとすればそれは非常に残念なことですからね。はいーえー、メールツイッター本当にたくさんいただきましたどうもありがとうございました。ましたお送りしてまいりました飯田浩司の OK 浩司役お別れの時間が近づいてまいりました。えー、今日のプレゼントですけれども発表については発想を持って返させていただきます。明日のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸樹さんです。今日は須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。明田さんどうもありがとうございました。 まああのー、最後、ね、IR ・統合型リゾートの話の中で、うんえね、展示場が不足するっていう、ねはいはい、話ありましたけど、そしたら横で新庄アナウンサーが <laughs> えじゃあコミケはどうなるのかしらとうう先ほど調べてみたら5月頃に移動するそうですね。はい 移動して2020年は何とかやると、はい、といういなみたいです,いです、ねうん、そういう場所は足りないってことを、ね。えー、やっぱり認識すべきですよね、えーえー。あんまり言われてないけれども、そこの論点ってこれから先本当は議論しべきいけないところですね。あのツイッターでも結構通常企業やってらっしゃる方多いんですけど、大きいまあ国際展示を欲しいなーっていう意見結構来てましたね。大阪はインペックスってところがあるけど、そこ以外ない。ないんですよ。国際会議場ほとんどないんですあ。あ、そうなんですね。えー え、というわけで、この時間の相手日本放送、飯田浩二と、須田慎一郎と、えー、メールやツイッターでいろいろ来てるのはですね、昨日の阪神戦についてなんですが、えー、えこれはですね、えー、今日のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんも阪神ファンだからということで、えー、月曜日多くなるんですが、えーえー、え須田さんすでにスタジオです。おはようございます。おはようございます。何爽やかこそうな顔、ね、<laughs> 声出してる、ね <laughs> ツイッターでミッツァンさんです、この番組が始まってから、阪神日曜日の勝率が低い気がします、おじきと飯田さん、ぜひ勝つを入れてくださいということですけれども、須田さん、ちょっと、デイリーの一面は鳥谷選手、いよいよ連続試合出場、ピンチじゃないかと書いてますよ。とはいってもね、やっぱりね、ベテランはね、使い続けてこそですねエンジンかかってね、調子が上がっていくんだから、代打で使ってて、時々パーンとね、スタメンでやってもね、結果だしたら難しいし、ね昨日3択3択って言うけれども、結果的に阪神は5安打しかできないね そうなんですよね。5アンダー一点に過ぎないという。ねぇ、なんで松坂相手にね、打てないのかなって。もうランダ戦になるんじゃないかと思って、今日ね。ところがね、松坂投手に2アンダされちゃいましたからね。そうなんですよね。で、その根本はね、鳥谷選手にあるわけじゃなくて、全体の打戦、松坂の課題が解除できてないよね。ね、チーム打率一番悪いですからね。そうですよね。で、さっきさ、一割三部隊だったけどさ、チーム打率って悪いんだから。悪いながらね、本当ね。次第はニュース解説です。 5月21日月曜日、時刻は7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。アシスタントの新庄一華です。FM93AM1242、日本放送飯田浩二の OKG、OK、アップ7時台はコメンテーターとニュースを掘り,掘り下げます、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さんです。よろしくお願いいたします。はい。おはようございます。お願いします、えー。須田さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 成田空港開港40周年を祝う成田空港は昨日開港40周年を迎え第1から第3各ターミナルで2018年度入社の新入社員が記念品の今治ハンカチ1万2000枚をお客さんに手渡しました成田空港は1978年の5月20日に開港去年7月には累計旅客数10億人を突破しております いろいろ計画、拡張計画が出ておりまして、3本目の C 滑走路というのがこれからできると、早期着工に意欲というようなことも出ておりましたやっぱりね、私思いますようにね、天気になったのは、そのターニングポイントになったのはですね、やっぱり第3ターミナル、LCC ・格安航空会社を誘致したっていうのが、やっぱり成田財布上の一つの大きな要因になったのではないかなと、そういった意味でいうとね、羽田が24時間空港で、滑走路をね、作って、新たに作って、ですねやっぱりそこにどん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 航空会社が出が 新しいいキャリアというですね、はい、えまあ、そういったところがですね、国際線を飛ばし始めて、成田の存在が沈没ね、鎮火したんですよ。はいえー、で、でそれに対しての対,、まあ、対抗したんじゃないけれども、もう羽田空港はもう満杯なんです。24時間とは言ってもですね、まあ、言ってみればもう、あの、離発着回数は、もうね、上限に達してましたからね。やっぱり成田の必要性っていうのはそこで出てきた。はい、やっぱり LCC を誘致し、積極的に誘致したっていうのが大きなターニングポイントだったんじゃないかなと思いますね。あれ LCC のターミナルって非常に簡素な形になってますけど、その分利用料が安かったりとか、はい、LCC にとってはメリットが大きいわけですねで、あのー。ですからそういった意味で言うと、ターミナル利用料であるとか、離、はい、着量、離着陸料というのは、航空会社が空港に払うお金なんですね。 安く圧縮できなければ、航空会社やってきてくれないんですよ。で、なおかつ安い料金設定できませんから、そこいかにね、安く抑えるかがですね、ポイントになってくるんですね。うん。まあ、あそこ、あのターミナル相当混んでるし、日本人の方も結構いますよね、海外からの人だけじゃ。そうなんですね。ですから、あの、LCC ってのはやっぱり新しい使い方と言ったらいいんですかね。私が聞いたところではね、例えば、札幌の新千歳からですね、成田空港に LCC で飛んできますと、まあ、1万円以下で数千で来ることができるんだそうですね。で、若いカップルがやってきてですね。 ね、はい、その成田空港からそのままディズイランド、東京ディズニーランドに行くなんてね。なるほど。日帰りでまた戻っていくみたいな。ああ<ー>、ええ、それでもね、新幹線とかで来るよりは全然安いからね。安いですからね。そういった意味で言うと、うんえー、まあ言ってみればね、その日帰りで帰ってもですね、はい、十分に満足していくことはできるという状況になってるんですよね。いろいろ変わってきてるわけですね。ええ、でまああの今後ですけれども新しい滑走路を作ってと、ただあの成田っていうところはまあ周りが 住宅もあるんで深夜早朝はこれ使えないと滑走路が閉まってしまうとだからそこがですね一番のネックになってましてねあのそういった点でいうとあの大バードっていう言葉があってですねそこに例えば天候が悪いとかあるいはもうさっき言われたね夜間の飛行が禁止されて着陸が禁止されてるということで要するにもう成田に着陸できずにそのまま違う空港にとは言っても羽田はいっぱいだからっていうので元の空港に戻ったり場合に茨城空港に着陸するなんていうねそういうケースもあるんですよねで、そうするとやっぱり利用客に 言そうやって、まあ、ある意味のつばぜり合いみたいなものをやると。さあ、今日はキーワード、中国福建省水門空軍基地でした。メール、ツイッター様々いただいてますけれどもね、あの、中国側が、あの、尖閣周辺の交線の動きをこちらに教えてきていたって知らなかったっていうね、えええー、短い書き込み結構いろんなところからね、ええ、いただいてます。えー、メール、ツイッターお待ちしてます。コージーアットマーク 1242.com、ツイッター、ハッシュタグはシャープ、コージー1242です。 7時44分です。FM93AM1242 日本放送飯田康事の OK 工事アップ。私日本放送アナウンサー飯田康事とアシスタントの新庄一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。では続いてこの時間はここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ働き方法案修正合意。 自民公明両党と日本維新の会が働き方改革関連法案の修正で合意する見通しとなったことで、三党は今日にも修正案を国会に提出する見通しです。で、二十三日にも衆院厚生労働委員会で採決をする構えで、今国会で成立する公算が大きくなりました。まあ、思えばこの国会の一番最初冒頭には。 働き方改革国会だと、総理はい、そう言っていたわけで、まあこの目玉法案通さないわけにはいかないという与党のメンツもあったんでしょうかね、ねはい、そうですね。ただね、これなかなかね、報道されないんですけれども、もともと野党は旧民進党中心とするですね、うん、野党はですね、この働き方改革関連法案に関して、対決法案に位置づけてたんですよ。はい、もう国会冒頭からですね、対決法案になっておりましたから、はいえー、どんな修正協議にも応じませんよと、えー、最終的には絶対的に反対しますよというところでしたからね、はい。まあ徹底抗戦しますよということでしたから、うん 審議を通じてていいものにななるっっことはなかったんですね、はい、だからそういった点で言うとですね、与党としては、自民公明としてはですね、どういった形でこれを成立に持っていくのか、本当に頭を悩ませてたところなんだろうと思いますよ。うん、まあそういった点で言うと、日本維新の会が野党の中にあったらですね、はい、協議に応じたということで、まあ、ようやく形を取ることができたのかなと私は思いますけどね。うん、ですからね、そういうね、対決法案って本当にいいのかどうなのかっていうね。はいえー、要するに、えーえー、もう中身はどうであれね、反対ですよと、最初から反対決めるっていうのはね、はい、まあ国会のあり方として私はね、ちょっとね、 えー、ちょっと疑問に思いますけどねこれ、もうみんな忘れちゃってますけれども、この法案作る過程においては、うん、実はその連合も最初入ってましたよね、えー、で結構中身についても議論して、この形に落ち着かせたっていうのがあって。 だから連合がバックについてる野党っていうのは、結構あるわけじゃないですかなんでこっちは話し合いもしないんだそう、だから、国会の駆け引きでね、法案について賛成、反対を決めるっていうのは、入り口のところからして間違ってますよね、そういう意味ではね、その中身としてもね、やっぱりポイントは私、2つあったんだろうと思うんですよ、一つ大きなポイントとしては、労働時間の短縮をどう実現していくのか、これ、労働時間の短縮っていうのは、これ、少子化対策にもなりますからね、そういった点で言うと、やっぱりこれからの労働人口の減少であるとか、 まあそれだけじゃないですよね、はい、人口減少かというところを受けて、まあ、あの人の働き方どうあるべきかっていうね、うん、そういう大きな枠組みの中で、やっぱり国会で議論してほしかったなと思いますけどね。うんうんまあ、今回は、まあ、最大で年、ね、720時間という、うん、まあ上限、大きな上限がついて、えー、忙しい時は月100時間行ってもいいけど、その場合はあの暇なの時にもうちょっと減らしてねと、えー、バランス取ってねっていう話が入りましたね、えー、罰則付きでと。そういった点では評価していいんじゃないかなとで、もう一つは方向性だけなんですけどね、はい、罰則規定があるわけじゃないんですが、えー、やっぱり同一労働、同一賃金。 正規と非正規の待遇をですねどうフラットに持っていくのか、こういった方向性が盛り込まれたんで、中身としては私はいい法案じゃないかなと思うんですけどね、決して残業代ゼロ法案ではないってことをね、ここで強調しておきたいなと思いますねある意味、その残業代ゼロになるじゃないかっていうののポイントだった裁量労働制に関しては、それもねもちろん賛否ありますけれども、これ、取り下げちゃいましたもんね、その辺についてはね、ちょっとミスもあったわけですよ、行動調整のデータが誤ってたというところもあったもんですから、そこは取り たあそれについてはですね、えー、次の国会以降できちんと議論してほしいなと思いままあ、その高度プロフェッショナル制度というものが、えー、まあ、残業代ゼロというか、働かせ法案の抜け道になるじゃないかみたいな批判もしてますけど、今のところは、 残業が、あ上限が1075万円の年収以上ある人。えー、だからほとんど大丈夫いないっていう話です、えー、ね。ですから、それがですね、どん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 年収の上限が引き下げられているんじゃないかというのが野党の懸念なんですが、はい、だったらきちんと議論に参加してね、そこに対して歯止めをかけるというね、えー、えことをするのが野党の役割ではないかなと私は思うんですけどね。それを国会が逐一監視していくとか、なんかシステム作りでそのいくらでもあるわけですね。 えー、だからそこの議論をやらないで、はい、反対反対だけではね、うん、えまあ、要するに国民の方を向いて仕事してるのかなっていうことになりますよね。うんまああ世論調査もね、あのー 内閣支持率が下げ止まったというような形に今なりつつある、ええ、その辺レ、レ報道を受けて共同通信が配信にしてるんですけども、はい、要するにそれがアメリカのメディアにリークされたというのも、やっぱりこれも一つの揺さぶりですよ。うん、アメリカサイドが北朝鮮でね。はい。ええ、これ、ボルトンさんはリビア方式だと、まず核を全部廃棄しなかったら制裁解除もないぞってことを言って、ええ、で、それに対して北朝鮮は、えー、ボルトンがあんなこと言ってるんだったら首脳会談もなしにしちゃうもんねと反応してきたと、ええ。各役者がこういろいろな動きを見せるっていう、ええ、いですか、これは。まあ、駆け引きでしょうね。 これはね、まあ、どちらがですね、多くポイントをゲットできるのか、はい。っていうところを見てみると、はい、え、まあ、もう双方にですね、その駆け引きが、ね、今、欧州が行われているということだと思いますけどね。えー、とはいってもですね、最終的に北朝鮮は何らかの形で核放棄をしなければ、体制保障が得られないと。はい。まあ、言ってみれば経済支援だとか、経済協力ではなくてね、うん、北朝鮮にとっ,てっとって一番優先順位が高いのは、体制保障ですから、はい。まあ、その体制保障が得られなければ、体制崩壊、うう軍事攻撃も、え、視野に入れた体制崩壊をえ受け入れなければならない状況にもなり いかねませんから、ねえー、この交渉っていうのはですね、えー、ま、北朝鮮からは降りるわけにはいかないんですよ。で、もともと北朝鮮はずっと、米朝の直接交渉を望んできたわけですよね。でねはい、え、これトランプさんが出てくるまでは、アメリカはですね、えー、二国間交渉については否定的だったんですよ。やりませんと。他、はい、国間で物事をやりますよというところ。そういった意味で言うと、アメリカがその交渉に乗り出してきたということは、はい、え、ま、北朝鮮にとってみるとね、えー、ま、してあったりみたいなところがありますから、このタイミングチャンスを逃すわけにはいかないというね、<側>え、ま、気持ちはあると思いますよ。言 まではいいかなだあと6月12日の首脳会談までは2週間以上、3週間ぐらいあるわけですもんね、ええ、これはまだまだいろいろ出てくるでしょうから、そのことをもってしてね、はい、あれこれ判断するっていうのは間違いだと思いますけどね、うん、はいでは続いて2つ目、こちらのニュースです米中貿易摩擦回避で一致、中国がアメリカ製品輸入を大幅に増加。 先週末行われたアメリカと中国の貿易協議は、双方が互いに追加関税措置を停止し、貿易戦争を回避することで一致しました。中国がアメリカからのエネルギーや農産品の輸入を拡大する方針を表明し、歩み寄りを見せたものの、ハイテク分野をめぐる大陸は対立は続き、米中が貿易戦争に向かうリスクは払拭しきれていない状況です。 会談自体は週末、金、土と行われたんですが、中身の発表は日曜日にずれ込んだと、これもなんか異例の話だというようなあ書き方をする報道も一部にあります。ねえ。あの、ですからまだ最終的な決着には程遠い状況にあると考えてもらっていいと思いますよね。はい、で、これ過去を振り返って言いますとね、はいえ、米中の貿易摩擦というのは、うん、まあ、あの、応援してですね、航空機をこれだけたくさん買いますよと、はい、年間にこれだけの,、えーね、あの貿易、えー、赤字を圧縮しますよというようなですね、うん、まあ言ってみればその、物だとかサービスをですね、たく 買うことにそのたびごとにですね、アメリカは一定程度の情報を、えー、してきたという、そういう過去の経緯がずーっとあるんですよ。ただ、えーまあ、今回のですね、えー、貿易摩擦というのは、はい、何もその、まあ、金額ベースであるとか、両、えー、ベースの、ね、貿易摩擦ではなくて、はい、知的財産権なんですよ。ですから、えー、中国はですね、アメリカのその、えー、が開発した技術であるとか、ノウハウに関して、ただ乗りをして、はいえー、それを盗み取って、ねあのー、自分たちで生産をして、うんえー、貿易をしてきているぞと。はい その自的財産権に関してどうやってセーフティネットを張っていくのかっていうところが一つの大きなポイントですから、うん、そしてその問題が起こった時にどうやって紛争を解決していくのかっていうのももう一つの大きな問題ですからね。うん、ですからそこに関してはですね、これまでのところ何も決まってないというのが実情ですから、<ー>え回避っていうことはですね、まあ現状ではまだできないんだろうと思いますけどね。なんか習近平さんがトランプさんに直接申し出た ZTE という、うん、まあこれあのね、スマホとか作る会社ですけれども、はい、おここに対しての制裁を緩和してくれ まさに知的財産権ハイテクの問題ですよね。ここ、全く何も出てきませんでしたねのですからそういった意味で言うと、逆に言えばですね、中国としてもそこは死活問題ですから、要するに今、中国というのはかつては労働集約的なね、製品の輸出によって利益を上げてきたけれども、やっぱりハイテク分野、インターネット関連のハイテク分野に関しては、そこにシフトしていこうという方向になった、そこに対してアメリカの協力というか、アメリカと対立しているとですね、中国としても将来、非常に厳しい状況になる。ですからようやく 的な、えー、交渉のポイントが出てきたんじゃなないいかなと思いますけどねうんこれ、まあ、今後も長引くというか、ひょっとしたらこれ、どうですか、解決しないままずっと並行でいくって感じになるんですかねいや、ですから、まあ、その最終的な決着は、はい、まあ、できないだろうなと私は思います中国がアメリカの主張を全部受け入れるということは、これもですね、中国にとってがんじがらみになってしまいますから、うん、それはノーだと。はい、ですから、えー、その交渉しつつ、摩擦が起こって、えー、えまたそれを何らかの緩和するという、ゼロには近づかないと。熱熱すすると少し熱を冷ますみたいいななね、はい、そういう形になって いいいくんじゃないかなかと思いますけどねまあ、日本企業としては今度これね、関税、追加関税とかで大きく網をかけて、飛ばしみたいなことになると困りますよね。ねえ。だからそういった意味で言うと、えー、どうなんでしょう。日本は、えー、例の TPP-11 というのがあって、はい、そこのポイントってみるっていうと、はい、大丈夫かな夜間はみたいなね。えー、えー、気持ちになってしまいますからね。まあ、その辺、これから先まだまだ課題は大きいと。そうですね。えーえー、まずは、成田空港開港40周年というニュースでした。 7時7分です。メール、ツイッター、様々ご意見いただいてますけれども、あの、成田空港の開港40周年、はい、えー、ターニングポイントになったのは LCC、格安航空会社を誘致するようになったからだという話がありましたけれども、はい、あの、LCC について第3、この方、新潟にお住まいのようなんですけれどもね、ええ、新潟からも LCC で、関空、関西国際空港に行けるんだよなと、うん、あそこもその LCC をいっぱい、特に海外から入れてますよね。ね特にね、あの、国内路線で言うと、はい、羽田線みたいな泥箱なんですよ。とは新潟っていうのはもう羽田線ないです 新幹線開してます。そうするとね、空港としての存続を危ぶまれた、それをやっぱり LCC を誘致することによって、活性化に結びつけたということなんですね。なるほどね、確かに新潟から関西の方面に行こうとすると、新幹線使うと一回東京来てからって話になっちゃいますもんね。いろんなだから LCC は新しい使い方がですから、新たな需要だとかね、マーケットを開拓してるんですよ。大きい飛行機は飛ばすのは難しいけど、ああやって小さい飛行機で安ければ乗る人が出てくると。だから例えばね、7000円で関空へ行けるとするとね、要するに普通の値段だったら、ちょっと行くのやめとこうかなと思うんだけど、7000 んだっていうことでじゃあ行ってみようかこういう新たな自由を掘り越してるってことですね、うんうん、時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです河野外務大臣中南米諸国向け演説で北朝鮮への圧力維持を強調 南米訪問中の河野太郎外務大臣は昨日、ブラジルサンパウロで中南米諸国向けに演説し、北朝鮮に核、非核化への具体的な行動を促すため、対北朝鮮制裁を緩和するタイミングを間違ってはならないと、国際社会が一致して圧力を維持する必要があると指摘しました。さあ、対話か圧力かなんてことが言われますけれども、まあ今日出た世論調査のでは、対話の方がいいんじゃないかっていう意見がね、えー、半分、 ちょっと高かったりとか、まあ世論もちょっと割れてるような感じもありますが、これ日本国としては圧力を、を まずはやっていって、だからこそ対話ができるっていう姿勢。うん。まあ、これは正しいと思いますよ。え、対話か圧力かではなくて、対話も圧力もということなんですよ。圧力だけではですね、問題解決、もちろんできませんし、対話だけではですね、なかなかこれも、え、ね、話が進んでいくっていうことにならないわけですから、はい。そうすると、やっぱり、対、圧力をかけている中で、やっぱり、あの、相手にですね、この場合は北朝鮮ですけれども、やり考え直す時間であるとか、まあ、そういったところを与えてですね、そして対話要請に持っていくって、まあ、これは正しいやり方なのかなと思いますよね。で、もう一つはやっぱり、 の外務大臣、はいねえー、一時期はですね日本だけが突出して圧力圧力みたいなことを言ってるかのように思えたんだけれども、ええ、逆に言えばですね、こういう生きてやっぱり北朝鮮はこう揺さぶり路線に入ってきてますよね。<ー>で北朝鮮って非常に外交交渉外交上手いんですよ。はい、だから、えー、揺さぶりをかけて、まあ言ってみればですね、情報を引き出すというのを過去も得意としてきた。うんうん ことなんですね。はい、それを受けて、特に韓国なんか結構豪査をしてる状況がありますから、<ー>見て取れます、見て取れますからね。あの、先週終わりぐらいにね、うん、米朝首脳会談やらないかもしれないぞ、みたいなことをこう言い出して、そのあたりは揺さぶりをかけてきてるてとす、ねね、ええー。で、軍事演習も、えー、B52 を飛ばさないとかね。はい、まあ、そういう情報をしている。まあ、それはですね、ある意味で、北朝鮮サイドの、え思惑になんかハマりつあつる、十中にはまりつつあるというふうに言えるんだろうと思いますよね。うん。えー、まあ、そのあたり、まあ、ね、今日は、あプンゲリというところの核実験上の、 爆破。 についても、ま、23から25の間でやると、それも近づいてきてますけれども、いろんな、こう、弾を向こうは投げてきますね。で、それに対して韓国の、あの、取材名簿についてもですね、ええ。ですから日本はちょっと外されてしまったんですけどね、はい。ええ、ま、韓国は取材に来てもいいですよ。取材団の名簿を出してるにあたってですね、ええ、受け取り拒否なんていうね、はい。またちょっとね、ちょっと子供っぽい、ええ、また揺さぶりまでかけてきますから、ま、その点考えてみるとですね、はい。米朝首脳会談が開かるまでは、ちょっと余談許さないなぁと、思いますけどね。これ、その一つ一つの報道、 受けて日本国内もそうですけれども、いや、トランプさんはものすごく譲歩してしまったんじゃないかとか、日本はかえもそうじゃないかとか、こういろんな意見が出ますけど、結局のところっていうのは、どう決まっていくんですかね最終的にはですね、これはもちろんね、北朝鮮はキム・ジョンしか物事は決められませんよ、しか物事が決まらない、トップしか決められない、これをね、アメリカも似たような状況があって、すべてトランプさんの紫サンズみたいなのがありますからね、結果的に首脳会談までは、要するに何も物事は決まらないということではないかなと思いますね。 先ほどあのー、 圧力をかけたからこそ対話があっておっしゃいましたけれども、ええ、確かにあの、3月頃に、こう、ええ、軍事作戦についても具体的なものをトランプさんが支持していた、みたいなのが、週末共同通信が打ってましたけども、ええ、結構瀬戸際までギリギリまでこう、圧力をかけ続けていたんですね、アメリカ、ええってところで、圧力をかけ続けているし、このタイミングであのニュースが、もちろん、あれはアメリカの、え、ディアるともやっぱり知的財産権のポイ,モイントなんですよ。うん、ですからそこにですね、えー、アメリカをどう誘導してくることができるのか。はい。ですからこれからの貿易問題というのは、その関税率、あるいは関税 であるとかね、あるいは量によるそのセーフティーネットではなくて、やっぱりそのノウハウというか技術力のところに大きくフォーカスされていくことになるんじゃないか、そこの問題をね注目するべきだなと思いますね。<ー>ともすると日本の場合は、はい、その日米なんていうと、じゃあ、えー、何ですかその米の自由化はどうなるのかとか、輸入、はい、はどうなるのかっていうね、うん、そういう古いタイプの、うん、え貿易問題に注目が集まりがちなんです。もうそんなのはですね、うん、えもうどうでもいいんですよ。まあこれからやっぱりその知的財産権のところに、はい、え一番大きな重きが置かれることになるんじゃないかな。 と思いますねそういう意味ではじゃあ tpp 今、まあね審議してます、うん、もうこれは決めて日本としては、えー、アメリカを引っ張り込むとそういう戦略に臨むべきだと思いますけどねそれが中国に対してのメッセージもなると。はいはい、えー、この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしました日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます 7時27分です。FM93AM1242 日本放送飯田工事の OK 工事アップ、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。この時間は教えてニュースキーワードです。中国福建省水門空軍基地。 中国が尖閣諸島からおよそ3 8 0キロに位置する福建省の水門現状では囲面というそうですがここの空軍基地の機能を大幅に拡充させていることがアメリカの軍事情報誌の分析で明らかになりました日本や台湾を担うむ作戦拠点として基地の増強を図っているということです 台北まではおよそ250キロ、尖閣までがおよそ380キロというところです。えー、メールでもサンライズやスサンさん、広北の方、尖閣や台湾海峡を睨みつけるような近い位置にかなりの規模の部隊を配置しているようですね。先日も都海峡を爆撃機を中心に編隊を組んで通過していましたが、那覇基地と尖閣の間よりも40キロも近い位置に基地があるというのは脅威じゃないですかと、いただいております。 さあこのう中国の増軍事状増強ですけど、南シナだけじゃなくて、東シナも本気になってきてる感じですかそうですね、あのー、ただですね、やっぱりこういった、えー、軍事機器は増強しているぞと、はいえー、いうメッセージを送るっていうのはね、一、うん、つの大きな目的なのかなと、えー、思いますよね、まあ、この場合は、はいえー、尖閣というよりもやっぱり台湾ですよ、やっ<湾>アメリカのです、ねえー、国内法によって、はい、台湾との関係が強化されつつありますよね、うん、それに対する一定の牽制ではないかなと私は見てるんですけどね、うんまあ、そういった意味で言うと、アメリカの軍事情報誌が分析して、それを公表してるっていうところ

やろうという時に、ミサイルで威嚇したりとか、はい。ミサイル実験っていうかね、ね<え>訓練をしましたからね。で、そこにアメリカの空母がやってきて、中国も当時は一気に引いたと。はい、今はだからそうはならない可能性もあるってことですかえですから、あの時は、やっぱり苦い思い出があるわけですよ。思いがあるわけですよ。中国側にとってみるとね。うん、やっぱりメンツマ真夏レれになったところがありますから、そうはさせないと。要するにアメリカの大胆な艦隊がここに栄光してきても、はい、対抗できるだけの軍事力を増強していこうということなんだろうと思いますけどね。うん。まあ、あのー、日本としては、まあ、正式な国交はね、台湾との間ない。 先日、はい、行われた太平洋島サミット、ね、あそこもその太平洋の国々と台湾をつなぎ止めるという意味では非常に大きい舞台だったという指摘もありましたね、えーえー、ですからあ、あれはもうかなりこうけ定期的に継続的に行われている、えー、サミットなんですけれども、はい、やっぱりあれはあのやっぱり国のトップが、ね、首相が出席をして、それなりにせいメッセージを送るという意味では非常にいい、えー、会合だと思いますけどね。このの東中井についてていてとうのもお 特に尖閣の周りっていうのは中国の航船、公の船が相当こう、接続水域だとか、あるいは領海かなり近いところまで入ってきてる。あるいは領海まで入ることだってあると。これ、まずは海上保安庁でやるしかないっていうところですよね。ただね、あの、あの件に関して言うとですね、え、あまり報道されないんだけれども、え、中国サイドは入ってきた航船がどういう航跡を辿っているのかについてはですね、まあ、逐一、毎日のようにですね、日本の官邸サイドに情報提供してるんですよ。そうなんですか全く知られてませんけどね。私はそのね、航跡を描いた、 と言ったんです中国側から提供された情報、コピーくださいとそれ絶対だめだとかって言われたんだけども、<laughs> 見たことありますから中国サイドはそうやって、じゃあ、エスカレートさせるつもりはないっていうのをメッセージとして出してきたんですか,、うん、ですから、えー、その船が増えたり、ですね、はいえー、その領海内に入ってくるその時間が増えていくと、うん、またそれは違ったメッセージになっていくわけですよ。でそれをだから正確に こちら側にも伝えたいから、そういう情報提供にある、えー、で、もう一つは、一触即発という状況っていうのかな。はい。えー、まあ、それによって、不測の事態が発生することを防ぐと。うんただ、中国側としては、要するに国内的なメッセージもあるでしょうし、対外的なメッセージもあるでしょうし、はい。まあ、そういったことはあるから、うん、やはりあの、領海あるいは接続水域に、えー、高専を派遣するということは、やり続けないといけないわけですよ。向こう側の事情としては。うん。ただ、それについて、不測の事態が発生しないようにということで、はい。まあ、そういうのが、